皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回は2024年春アニメ最終評価ランキングについて語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ってことでついにね、春アニメが終わって、もう夏アニメがねこれから始まるっていうことなのでね、最後まで見た、春アニメの最終評価ランキングをね発表していきたいと思います。春アニメはね一応33作品、見ました。前回のね中間評価ランキングの方ではね S ランク作品は、まだいなかったんですけども、今回はね S ランクの作品もね登場しましたので、そちらもね合わせてぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。それではね C ランクから発表していきたいと思います。狼と香辛料、花の井くん、魔法科高校の劣等生、ワンルーム天使、テンスラ、ブルアカ、レベル2チート、鑑定スキル、夜桜さんちですね。まあ、この中でね特に語りたいのは、まあ、何個かあるんですけど、まあ、テンスラと魔法科高校ねビッグタイトルの続編だったのでもっと期待してたんですけども、期待値が高すぎたせいかねちょっと裏切られた感があったかな。でテンスラなんて特にねずっとほぼ会議で、まあ、やっと日向とね戦うシーンとか、そこら辺はすごいやっぱ面白かったんですよ。それ面白かったんだけど、そこ終わってもまたなんか会議とか祭りとかで結構ほのぼのとした話が続くような感じで、いまいちね盛り上がりに欠けたかなっていうところですね。魔法科高校もなんか特に盛り上がらなかった感じしたんだよね。最後の、なんか強敵っぽいやつもねなんかすごいあっさり倒してて、ああこれで終わりかって感じでしたね。あとワンルーム天使はねちょっと主人公がなんか本当優柔不断の中途半端男すぎて、こんな天使ちゃんがね本当なんでこんな男のところにって思う感じですね。まあまあハーレムものものなのでしょうがないっちゃしょうがないんだけど、なんでこの男にってすごい思ってしまう作品だった。最近のねハーレムものってなんだかんだ主人公にその女の子たちが好きになる理由っていうかさ、そういうのがしっかりしてるいい主人公がね多い中で、こんなにね本当何もないただただ決められない主人公、優しい主人公っていうのはねちょっともう無理かなって感じがしましたね。あとブルアカ、これもあの人気アプリゲームのねアニメ化ということで、結構自分もブルアカ好きなんで期待してたんですけども、やっぱ内容がねなかなかきついかなって感じで、女の子キャラ可愛いし作画もめちゃくちゃいいんですけども、それでもやっぱ内容がねどうしてもアプリゲームのあれなので、そこがちょっと噛み合わなかったかなって感じですね。残念ですけども、次は B ランク発表していきたいと思います。週末トレイン、ゆるるキャン、バーテンダー、サラダボール、ウィンドブレーカー、第七王子、怪異と乙女と神隠し、喧嘩独学、声優ラジオの裏表、ファブル、戦隊大失格でございます。この中でね語りたいのはまず週末トレインですね。今期のオリジナルアニメということで、なんか最初の方は結構本当何が起きるか分かんないっていう感じで期待してたんですよ。女の子たちが冒険、電車乗って冒険するっていう、なんかしかも意味わかんない世界観でね、ゆっくり広げられるんで、結構もっとじゃんじゃんグロい話みたいなえぐい話が出てくるのかなって思ってたんで、そこちょっと期待してた自分的には若干肩透かし感かなって。普通にまあハッピーエンドで良かったんですけども、てっきりねなんか仲間の一人がいなくなったりだとか、仲間の一人の体が一部欠損したりだとか、そんくらいのグロ要素系あるかなーなんて思ってたんですよ。3話でキノコが頭に生えて一瞬ほんとキノコになってしまうんじゃないかみたいな感じがあったんですけども、まあ、終始ギャグ寄りな感じで、ね、進められていった物語だったんで、ちょっと自分は物足りなさを感じてしまったかなって思いました。あと変人のサラダボールね、これまあ前回中間の時は C ランクだったんですけども、1個 B 上げて B ランクになりました。なんかもう癖になっちゃったこれがオープニングもエンディングも含めて、このわけわかんない世界観がね逆にこう好きになってきて、まあ、最終的には普通に笑えましたね。慣れてきたせいか、最初の方は全然慣れなくて、何やってんだこれ、俺何見てんだろうって思ってたんですけども、慣れてきたら面白いなって、いう風に思えたので B ランクになりました。
あとウィンドブレーカー、これも前回中間の時 A ランクだったんですけど1個下げて B ランクですね。まあ面白いし、これもねクローバーワークスさんで作画も文句なしなんですけども、まあちょっと物足りなさあったし、終わり方がねなんか2期決まってるのかな、決まってるとはいえなんかちょっと中途半端な感じ、これから戦い行くぜみたいなさ、中途半端な感じがねちょっと気になったかなって思いましたね。うん、であと怪異と乙女と神隠し、これもねあの前回中間の時 A ランクだったんですけど1ランクダウンして B 評価にしましたね。まあ別に全然面白かったし、やっぱあのスミレコさんは相変わらず大好きなんですけども、おっぱい大きい女の人ね、もう本当大好きなんですけども、まあどうやらまあ原作も全然終わってないですし、その原作と違うルートを最後描いたみたいだったので、まあ仕方ないんですけども、まあそれを描いたことによってもう第2期はもう絶対に来ないのかなみたいな絶望感もあって少しショックを感じました。次 A ランクがダンジョン飯、ヒロアカ、夜倉、隣の妖怪さん、じいさんばあさん若返る、忘却バッテリー、このすば、大いとんぼ、怪獣8号、鬼滅の刃ですね。もうここら辺はね、ほんとどれも面白いですね。文句なしに面白い作品たちですけども、やっぱジャンプ作品強いですね。結構半分ぐらいジャンプ作品なんですけども、ヒロアカ、第7期、もうほんとね、バトル物語が終盤佳境に入ってるのでずっと面白い、安定してずっと面白いんですけども、やっぱ7期っていう壁があってね、なかなかこう X とか Twitter の方でね、 X、まあ、旧 Twitter の方でなかなか話聞かなかったり、あまり盛り上がりがねないような感じなので、そこが少し残念ですよね。マジで面白いんで長いけどついてきてほしいし、みんなで盛り上がって見てほしいですね。で鬼滅の刃もね、もうほんと超人気で相変わらず面白いし、アニオリがすごいですよね。頭稽古編原作なんてね、ほんと一巻ぐらいのね ものなんですけども、それをねここまでこうアニメに落とし込んでね、しっかり丁寧に描いてなおかつ面白くしてるっていうのがね、まあほんと UFO テーブルさんさすがだなって感じですね。あと怪獣8号、これ放送前ねめちゃくちゃ話題というかね、あのメディア推しの作品だったんですけども、内容本当めちゃくちゃ面白くて、まあ、ジャンププラスで連載されてるものなんですけども、自分もね当時ジャンププラスで連載当初から読んでてすごいハマってましたね。やっぱ男の子だからね、怪獣とかさもう大好きなのよでギャグもあり感動もあり笑いもありかっこいいもありみたいな感じでね、ほんと男の子の心をくすぐるような要素ばかりの作品で、うん、と大好きですね。あと忘却バッテリーですね、これもジャンププラスのね作品原作なんですけども、面白いよね。野球漫画なのにこんなに久しぶりに野球アニメでねこう熱くなれましたね。もう自分の中だとやっぱメジャーがもうずっとナンバーワンで、野球アニメの中で、うん、それと肩を並べるぐらい今好きですね。めちゃくちゃ面白い、うん、ギャグがねめちゃくちゃいいんですよね。宮野守演じるねこうケイ、天才だったキャッチャーがアホになってしまう、記憶喪失になってアホになってしまうっていうねキャラクターがいて、それがねほんと宮野守さんの演技にバッチリ合っててね、最高に面白いんですよね。面白いだけじゃなくて時々かっこよく、あのなんか記憶戻った時にかっこいい仕草する時とかもね、そのギャップとかたまんないですよね。さあいよいよ S ランク発表していきたいと思います。ここの時点でもう名前が出てない作品がね何個かあるんで、もう皆さんお察しだとは思うんですけども、前回 A ランクだった作品たちが見事 S ランクに昇格したのが3作品あります。1つ目無色転生、2つ目ユーフォニアム、3つ目ガルクラですね。もうこいつらは最高だ、本当にもう文句なしの S ランクですね。どれもマジで面白いです。無色転生はね迷宮探索編っていうのかなになってからのね面白さがもう爆上がりしましたね。うん、ずっともその学園生活の方でも面白かったんですけども、やっぱ冒険に出たりバトルするのがこの無色転生の面白さの真骨頂だと思いましたね。そこでこうやっぱ家族、そこでのねこう緊張感のあるバトルからの感動というかね、シリアス展開、衝撃の展開っていうのがね、もう次々に怒涛のようにねこう起こっていって
ってマジで面白いですね。ナロー系転生ものでね、毛嫌いしてる人いると思う、いっぱいいると思うんですけど、これだけは本当別格なんでね、絶対に見てほしい作品ですね。本当文句なしの S ランクです。さすが無職転生です。でユーフォニアムでね、響けユーフォニアム、もう最後やっぱり泣かせに来たね。すごいわ、後半の勢いが。こっちももうなんもずどれも神回、涙なしには語れないというか、涙なしには見れない作品ですね。もう久美子の部長としての大変さとかね、自分の進路の悩みとかね、いろいろこうぐちゃぐちゃの感情の中で人間関係とかいろいろあってさ、その中でもこうやっていかなきゃいけない、頑張っていかなきゃいけないっていうさ、その少女たちのね切ない輝きというかをさ、そういうのを見せられるとね、いやほんと辛いな辛いし泣いちゃう。うん、ほんと素晴らしい作品ですね。なんかまあ京アニさんいろいろね、大変なことがあって、こう今までの1期2期と比べてね、全然演奏シーンがまともにこう描かれてこなかったんですよね。それなのにこれだけのクオリティと面白さを引き立たせてくれるのは本当に素晴らしいなと思います。で最後ね、ガルクラ、ガールズバンドクライ、今期のねオリジナルアニメの一つなんですけども、本当当初は全然注目してなかった、まあ、自分はもう1話2話ぐらいで切ろうと思ってたぐらいだったんですよ。それでまあ自分もあんまり最初響かなくて一回切ったんですけども、まあ、面白いよって言われて3話見始めたら、おこれなんか面白いなと思って、気づいたらもう中盤ぐらいからめちゃくちゃ面白くて、終盤の方になったらもう、あこれは S ランクだなって認めざるを得ない面白さ、まあもう派遣アニメと言ってもいいんじゃないかなって思いますね。このガラクラに関しては曲もいいし、キャラもいいし、シナリオも最高で超ロックしてるし、うん、マジで最高ですよね。曲なんて本当もうどれも良くてさ、ライブシーンも迫力あるし、オープニングがやっぱ特になんだかんだ一番大好きでね、もうほぼ毎日聴いちゃってますね。それぐらい中毒性のある曲ですね。はい、ということで以上2024年春アニメの最終評価ランキングでございました。視聴者のね皆さんに聞きたいことがあったんですけども、自分アストロノート、アンネームドメモリーズ、自己代理人をね途中で、視聴切りしてたんですけども、これがねちょっとどうなったのか、面白かったのか面白くなかったのかっていう、その皆さんの意見気になるので、ぜひねちょっとコメント欄で教えてくれると嬉しいです。このチャンネルではこういったアニメの動画毎週更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。